TC 楽器ではエレキギターの買い取りを許可しております。宅配買い取りをご利用のお客様は無料コンポセットもございますので、お気軽にお問い合わせください。すごくいいギターに。はい、ラムトリックカンパニーの武田です。いやー、横浜ミュージックスタイルボリューム2、はい、2日目なんですけども、もうすぐ終了な時間です、ね、はい、そうですね、はい、すいません、この時間にラムトリックカンパニーさんのブースお邪魔しております。はい、今日いっぱい持ってきました。いやー、ちょっとやばいですね。いや、僕らみたいな楽器業界にいる人間としてはもう憧れなんで、いや、まあ、なんか恐縮です、まあ、そんな言ってもらえると。まさかご本人にこういう場所でお会いできると思ってなくて、びっくり。割とこういう場所も普通に来ました。よろしくお願いします。いや、もうソニックですよ。それもう40年ですか。そうですね、まあ来年です。はい、来年で40年40年近く第一線で国産ギターを支えているブランド、ソニックさんって最近新しいのとかあるんですか。はい、ここ2年ぐらい、はい、浦和レッズとのコラボが、あ、浦和の埼玉県の会社なんで、はい、そうですね、ランクルーズは埼玉ですよね。こういうコラボもあったね。ギターと、あとレッズ、あ、ピック、こんなものもオリジナルピック、サッカーファンの方必見です。こちらもおなじみのモデルたち。そうですね、ちょっとこの辺も、はい、ですけど、おなじみのやつ、まあ、この後ろにとりあえずキメラっていうのが、まあ、ありますけど、はい、これは今お隣のね、サゴのマテリアルギターズのコラボブランド。あ、なるほど、はいはい、そういったものも、まあ、今やってますので、今日はソニックの話っていうことで。今日はソニック、はい、こちら行きましょうか。はい、これはG 社の、 G 社、 G 社のスポーツスペシャル、言っちゃいましたけど、似てます。違います。違います。はい、黄色です。はい、G 社の LP スペシャルとの違い、これをね、言うと角が立つので、あんまり言えないですが、そうですね、ラップアラウンドタイプという形を作っていると、これは日本の工場で設計から始めて、そういった形です。じゃあもう、パーツの設計からもう、はい、噛んでらっしゃる。実際にはこの機器自体は、はい、うちの製品ということではなくて、あ、はい、まあ、モントルさんというパーツを製品にやってられる会社が、うちの出売元になっているところなんですけど、設計関わってらっしゃる。これまあでもパッと見てギター分かる人だったら、あ、ブリッジ違うなって。そうです、あれとは違うな、はい、あれとは違います。まあ、ここがだから考えられてるポイントですよね。まあ、あとはいろいろ多分考えられてる部分あるとは思うんですけど、もうすごくいいギターに。はい、あと隣へ行きます。 K、 はい、これはですね、ベースです。はい、ベース。某F 社の J ベース。J ベース。出ます。けど違います。違います。はい。まずこの色はですね、はい、まあ、とある人のオーダーによって決められた色なんですけど、はいはい、その色を某F 社が真似しました。はい、言っていいのかな。ごく普通の、まあ、J ベーススタイル。まあ、パッと見そうですよね。そうですね。まあ、違うところは、ね、まあ、はいはいはい。これはスイッチを引っ張りますとですね、はい、2つのこれシングルコイルが2個付いてますと、はい、2つのピックアップが1つのハンバッキングピックアップとしてもう直立になると。このハンバッキングしたサウンドってやっぱどういうサウンドになるんですか。そうですね、まあ、ジャズベースって、はい、ベースとしてはここが細いボディーなんです。はいはいはい、やっぱり太い音を聞くとベースはこういうミエフライクのプレッシャーのスタイル、まあ、B タイプですね。なんだけどジャズベースでもプレッシャー以上に太い音が出ます。なるほど、なるほど。そこでもバリエーションが出るようにしちゃう。そんな用途が特徴でございます。はい、あとは細かい材料が何かっていうようなことは、まあ、こういうところに書いてあったりとかするんですけど、はいはいはい、まあ、細かいこと言ってると長くなるんで、僕はずっと聞けるんですけど、ね、会場が終わっちゃう。そうです。
俺の話聞いてくれてるんだといいんですけどね。いやいや、そうですね。そうあ、すいません、ありがとうございます。沖田マガジンで4本拝見させて。ありがとうございます。隣行きましょうか。隣、はい、はい。こちらもですね、こちらと同じ、まあ、某有名ベーシストのオーダーで作ったものと同じものです。モディの形は、なんて言うんですかね、某F 社が初期に作ったモデルのボディの形にすごく似てます。最初に作ってたやつですね。似てます。似てます。似てます。ただそのベースはピックアップが1個なんですけど。そうですね、はい。これはこっちと同じジャズベースと同じピックアップを2個、ジャズベースと同じ J ベースと同じピックアップを2個。エレクトロニック的には同じようになっている。そうだ、思いきや、はい、まあ、これはデザイン上の制約で、はい、2個しか付けられないんで、これ短い、はい、これもですね、まあ、オーダー主のリクエストによってそれぞれのボリュームになります。なるほど、ボリュームボリュームになってます。はい、だからいわゆるトーンの部分がないんですけど、はい、まあ、そこは割り切って使ってください。もうフルテンだと、ロックミュージシャンはフルテンだということで、トーンはなかなか絞らない人多いですからね。まあそうロックだったら、はいはいはい、まあ実用性は十分ある、はい、というわけで、はい、というわけで、ちょっとすいません、はい、本当一個一個今解説いただいちゃって、はい、感無量でございます。もうありがとうございます。とんでもないです。嬉しい限りで。でも武田さんの生の声をお届けできる機会って本当になかなかないんじゃないかなって。いや、言っていただければいつでも生の声バーッ言いますちょっとこういう機会でもない限りご挨拶できなかったんで、ね、せっかく一緒の会場でね、そうですね、イベントができますから、はい。静止楽器の YouTube、まあ、ちょっと最近やっておりまして、はい、やっとですね、こういう業界の先輩方に出ていただける機会が設けられて非常に嬉しく思います。いや、こちらこそはもう業界の後輩方にね、そういう形で紹介していただけるとは大変嬉しいです。いやいや、ありがとうございます。だってもうこれギターいじりのキッズたちはみんなこれ読んだことあると思うんですけど、まあ、中身は買ってください。これもし動画見てる若い方で知らないって方いたら調べてみてください。すごいです、まあ、普通にね、Amazon だとか、そういういろいろなことネットでも買えます。買えます。Amazon でも買える。買います。買います。買います。アマゾンって言っちゃいけないんです。大丈夫です。大丈夫です。私のね、ラムトリックカンパニーという会社ですけど、はい、埼玉県川口市にありまして、はい、川口の駅から、歩いてもゆっくり歩いて10分以内では着きますので、ゆっくり歩いても10分以内ですけど、はいはい、なの で今、社屋がね、ちょっと綺麗になりましたですね、はいはい、新たにショールームであるとか本気で音を出せるスタジオなんかも、はい、今作りましたので、なるほど、ぜひこう見に、思想なんかもマジでできます。あ、なんだったらバンドで来ていただいて質問もらいますもう全然気軽に行って大丈夫。大丈夫です。大丈夫。今度行かせてください。ぜひぜひ。 ありがとうございます。気軽なのはいいんですけど、はい、できれば一報ください。もちろんです。いきなり来ると割とびっくりするタイプなんですいません、さすがに連絡します。じゃあちょっと今度また改めてご挨拶を伺います、はい、というわけで、はい、ありがとうございます。ダブルトリックカンパニーの武田さんに今回お話しいただきました、はい、すいません、いろいろ言ってしまいましたが、うるさくてごめんねありがとうございました、はい。TC 楽器は新大久保駅徒歩0分、見てください、目の前です。